より高尚な趣味としてステータスを持っていたのである。ちなみに大変申し遅れたが、私の名はノコギリ万蔵、日夜平和のために戦い続ける隠密同心である。また捕まったよ。もうやっと江戸を出て箱根関所まで来たのに、バフヤに騙された。なんかこの旅で随分騙されてる気がする。ちょっと人を信じすぎんのかな。もっと人を疑った方がいいのかな。人を見る目がないのかな。いろいろ考えた日でした。だいたい一番ひどいのが無限のやつ。帰ってくるって信じてたのに、ミイラ取りがミイラになってどうすんのよ。とりあえずあいつはもう信じないことに決定。上等だ。てめえなんかに信じてもらえなくて結構だよ。ところで無限のやつが帰ってこないから、ずっとジンと過ごした。よく考えたらジンと二人きりでこんなに過ごしたのは初めて。は？二人でしんみりいろんなことを話したりするかと思ったんだけど、ジンのやつずっと黙ったまま。普通そういう時って男の方からいろいろ話しかけたりしない？私がいろいろ言っても、ああとか、うんとか言うばっかり。どういうこと？ひょっとして私嫌われてる？それとも単なる人見知り？だってさ、もう旅始めてから結構経ってんのに、いつになったら心を開いてくれるのかな。ちょっと切ないな。終わり。おい、どうよ、男としてよ。ダメだこれ。1950年代、サンフランシスコ。ビートジェネレーションと呼ばれた